さあ、それではカードパックの開封動画というのを撮影してみました。今ね、でなぜ撮影後から話が始まっているかというと、何せ初めてやったもんですから、この文字が反転してたんですね。カメラを、こっち側からこううまく説明できる、こっち側から撮らないとこう順当な撮影になるわけです。でも僕実際にはカメラこの向こう側からこうね、向こうからこうしてるから、こっちからのこうじゃないから、文字が全部逆転してしまうというようなことになってしまってですね、それは事前に設定しときゃいけたんですけども、分からなかったので、ちょっと改めてもう一回ご紹介させていただこうかなと思います。もう今開けたところで間違いないんですけどね。ちなみに後ろに説明がいろいろ書いてます。これちょっとピントがね、さすがに合わないかなと思うんです。結構後ろ下に置いた方があるのかな。まあ、全コレクション420種類プラスアルファがありますよということ、それからまあ種類がいろいろあるけども、まあいろいろあるということだというふうに捉えていこうかなと思います。難しいですこれ、種類。やっぱり久しぶりに見ると全部英語なんですよね。こちら、129種類プラスアルファということで2種類買いました。西武ライオンズ編、それからちょっと作業後で手が汚れてる、12球団誰が出るかわからないというこの2つを開けたわけです。でちなみにここにちょっと映ってるこれは後で紹介したいなと思ってるんですけども、昔買ったやつ、まあ、昔でも 2,3 年前ですけどね、もっと前に集めてたやつがどっかにあるはずなんですけど、さすがに急に出てこなかったので、まあ後々ゆっくり見ようかなと思うんですが、まずはこの西武ライオンズ、なんでかわかんないですけど関西の書店で買ったんですけども、阪神タイガースのカードパックは全くありませんでした。売り切れてるとかじゃなくて、置いてなく取り扱ってなくて、置いてあったのが西武ライオンズがいっぱい飾ってあって、まあもしかしたら最近出たのかな。こちらキャノンボールというふうに書かれてるんですけど、これちょっと特殊なカードらしいです。でも申し訳ない、僕宮川さんあまり詳しくないんです。宮川哲という選手、2020年のハイライトということで出ております。リリーフピッチャーみたいですね。かっこいいですよカード。ちょっとこれ手間かな。でこちら岡田ですね。岡バーサスで岡田が欲しかったですよ。岡田の S がもう今のとか、僕2年3年前の岡田を使ってるんですね。弱いです。でこちらトガメバーサスで選ばれるんですけどね、まあ一回ちょっと位置悪いかな、もう少しこの辺でしょうか。なんか選ばれるんですけどね、少し、評価が低いと。で竹熊さん、1989年ベテランですね。なんか見たことあるようなないような。昔似た名前の人近鉄にいませんでしたっけ。この方川越、多分新人あと2年目って書いてますね。野手転向2年目、なんかパンチ力のあるバッターやみたいなのは何かで見たな。で最後これ、平、めちゃくちゃいい選手なんですけどね平、しかしプロ野球バーサスではちょっと打たれるっていう、打たれるんです。まあバーサスの上位の人たちはもう何でも打つからどうにもならないんですけど、まあ、特別ちょっと今のキャノンボールって最初の宮川選手のものだけが少し珍しいという感じですかね。これが西武ライオンズ編、そしてこちら12球団。まずちょっと驚いたんですけど、この森浦大輔という広島の、ほぼ阪神の木浪と同じ顔やなと思って見てるんですけど、これ伝わるかな。ほぼ同じですね。見た方がいい。そして横浜エースかな、今どうなの、平ですね。僕はこの平の限定カードをプロ野球バーサス内では持っているんですけど、ちょっと難しいピッチャーですね。でこれが
松葉ですね。ちょっと懐かしい。オリックスの時のイメージはすごくあったんですけど、もう今中日映ってたんですね。中日松葉で、こちらこれちょっと珍しめのカード、綺麗な、光ってはないんですけどね。山岡いいですね。オリックス、オリックス編のカードパックは結構当たりが多いかもしれないですね。山岡とか吉田とか、山本とか、その3人ですか。で森友哉、この辺もできたらちょっとレアなやつが1枚ぐらい出てくれてもよかったんですが、出なかったという。で最後浅村ですね。これこれね、ライトちょっと映るでしょ、このなんか美容系のライトみたいな、これ伝わるかな、この辺に、ここにライトがあるんですけど、これねウェブカメラです。ライト付きのウェブカメラ、めっちゃちっちゃい、優秀ですね。もうこれがあるだけで手元配信もできるし、まあもう誰でも配信者ですね。さあ、でなかなか1パックで当たりが出ないだろうなということで、ただこれもそんなに当時たくさん買ったわけではありません。5パックも買ってないと思うんですけども、田島中日ドラゴンズに、2018年バージョンなので、まあ、3年前のカードになるんですけど、そして横浜東、ピントがもうちょっとバシッと来てほしいな。でサインカードロペスの、このサインも種類あるらしいですね。立ち赤見てたら言ってた、キラのもの、ノーマルのものとかね、いろいろあるらしいんですけど、でこれ普通のキラカードと2種類出てます。どちらも一応キラカードなんで、ちょっと種類が違うんですね、光り方の。でサイン入りとサインなしと、ムロペス好きなんですよ、めちゃくちゃ好きなんですよ。阪神に、パワープロでペナントで取ってきました、優勝しましたよ阪神で、宮崎、ここがね気に入ってるんですよ。宮崎と松田のキラカード、なんかどっちもねこうパワーヒッターっていうイメージのカードが出て、これいいカードって後ろにデータ載ってないんですよね、ちょっとしかね。そこがちょっと寂しいかなとは思うんですけど、松田も好きですね。もう結構松田は、パワープロで撮ってたな。レアカードこれだけなんです。あとはまあ、そもそも種類が変わってきます。これプロ野球チップスです。プロ野球チップスの選手が10枚。ただプロ野球チップスのいいところは、あの名前がちゃんとこうカタカナじゃない、カタカナじゃない、ローマ字じゃなくて漢字表記なので、知らない選手も読めるという、まあ、あんましね珍しいのは中日時代のガルシア、梅ちゃんですね。誰だっけ、今江か。え、今江って楽天に行った、知らんかった。今江って楽天やったんや。で山崎、村田がね多分めっちゃ出てくるんですよ。村田、石山が多かったんちゃうかな。今宮とか村田、足立、アルバース、もうこれ最強時代に僕バーサスやりたかったです。この後半に参加したんですね。1年目2年目ぐらいかな、がこのアルバース玉持ち最強時代ですね。今は玉持ちが修正かかったんでね、全然打てなかったです。僕最初始めた時アルバースだけ、何が起きてんやろうと思って。今せっかく SS 持ってるんですけども使えない、ね、角中ですね。四国アイランドリーグちゃうかな、角中って。確か世界人ドラフト7巡目、四国アイランドリーグですね。アイランドリーグどんだけレベル高いねんと思ったんですけど、角中の浮き沈みが激しくてよく分からなくなりましたね、アイランドリーグ自体が。安、ちょっとこの辺か、カメラ位置が安田で、また村田ですね、西川で、清宮。これ嬉しいですよ、新井の20年連続ホームラン記録という記念カード。この最後ちゃんと
広島に変えるっていう、どっちもすごいですね。選手も球団もね。阪神も鳥谷に帰ってくるのかな、最後。菊池、桑原、岩貞、まあ、何も語ることないですね、阪神の選手ですけど。あ、岩貞はあれですよね、ドラフトにかかった当日になんか出かけてたかなんかですよね、電話でなかった。ドラフトに一応プロ野球 NPB に入りたいっていう申請は出してたものの、1年間怪我かなんかで確か、試合出てなかったんですよ、大学で出てなくて、ドラフトかからんやろうと思いながら登録してたらしいんですけど、阪神が1位で指名したんですよね、岩貞。なんでやって当時すごい阪神ファンの友達と言ってました。だって怪我してたんで1位じゃなくていいじゃないですか。他の球団も全然指名する可能性はないから、怪我してたからね。がまあ岩貞は実際まあちょっとなかなか活躍するまで時間かかりましたね。今になってやっと力になったけど、13年ドラフトですからね。最初何年間かは謎の選手でしたね。ただまあ印象残りましたけど、すごく容体感マシソ、ちょっとねピントがもう少し合ってくれたらいいんやけど。中尾、石山、大引きがいいっすね。オリックスですよね、大引きって確か。 FA でヤクルトかな。なんかいい選手のイメージやな。で川端、最近今シーズンから復活かな、川端がいて。天才ですよねこの人は。で山田哲人と、で小園が2018年でもいてたんですね。なんか新人新人みたいなイメージでずっとおったけど、19年かなこれは、これ19年版ですね。そこそこ買ってるんだ。で、こちら上茶谷、イラストがいい、このイラストがすごい地味に、この枠にもよく出てくる。で阪神タイガース二刀流って書かれてますね、秋山。さ、パック開封ってやってみましたけど、どうしたものか。まあ、またね、簡単に撮影はできるし、パック開封もね出かけたついでに買えるので、たまにやりたいなと思います。まあ、またもし見てみたいなと思う方いたらね、高評価、それからパック開封税っていうのがいるのかどうかわからないんですけども、なんか福袋の開封したら見に来てくれる人が増えるって昔教えてもらったんで、もしもねこれでうちのチャンネル知ってくれた方がいたとすれば、またねパック開封、それからまあうちはプロ野球のゲーム一番面白いというプロ野球 VS というゲームの配信をしております。本当に突き詰めたら一番面白いのはプロ野球 VS だと思うんです僕。確かにプロスピとかパワープロがメインですけど、でも本当のなんか野球の緊張感とか、どうゲームの流れが変わるかわからないっていう、ギリギリまでわからないんですね。パワープロとかプロスピは数やってると、こっちに飛んだらセーフだなアウトだなとかがあると思うんですけど、プロ野球 VS はそれがない、本当に対人との対戦読み合いになるからこそイライラします、すごく。思い通りにいかない。ゲームだとやってるうちにまあ補正かかったりもあるのかわからないですけど、勝てるとき負けるときっていうのがあると思うんですけど、プロ野球 VS はやっぱりこう読み合いに勝たないといつまでも負け続けるし、そのピッチャーのこの投げるモーションの違いっていうのも如実に現れてくるんですね、間合いにね。急に VS 語り始めましたけども、そのゲームの配信もたまにやっておりますので、もしよかったら見に来ていただけたらと思います。ということで今回は、ハズレしか入ってないパックを開封してみた動画でした。ではご視聴ありがとうございました。アトリエ造形の王様ではたくさんのジャンルの動画を日々投稿しています。ゲーム実況、工房のグッズや作品紹介、配信者さんとのコラボ実況、ガンプラリペイント動画、技能検定、技能五輪解説、レトロゲーム実況、イラスト動画、ラジオ動画、ガチャ動画、個展の様子など、人気作家になりたくて必死にあがいています。どれか一つでも興味を持っていただけたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。きっと興味のないジャンルの動画もたくさん上がります。それぞれ再生リストから見やすくしているので、登録後は通知を切っていただいて、忘れるギリギリ寸前ぐらいにまた見ていただけたら嬉しいです。それぞれが見たい時に見たいもの。